中日、立浪監督、プロの集団として情けない。球団ワーストとなる敵地14連敗に沈み、指揮官は、ファンの声援で毎回、気合を入れろ、と言われているようでは。当たり前のように試合を消化しているようでは、プロの集団として情けない。その辺は、しっかり受け止めてやってほしいと奮起を求めた。プロ？言うほどプロか？米のチームやぞ。中日、米抜き、プロ野球。おバカさん。米騒動についてのコメントはねえのかよ。こんな情けないチームにしたのは、誰なんだという話ですよ。バトルライス。立浪解説員。監督はプロの仕事できてるんか？甘相手に2失点もする阪神が情けないってこと？米が食べられないプロ野球チームって戦後すぐの広島以来やろ。中日ファンもタルボ禁しろよ。クッパ気持ちよな。米食わせろ。米食って落ち着け。糖分が足りてないぞ。兵糧攻めされてるにしてはようやっとる。中日だけ戦時中なんだもん。そりゃそうなるよ。やっぱ投手陣の米も禁止するべきやろ。今日の結果見るとそうやな。欲しがりません、勝つまでは。